大学に入って益子に行く機会がありまして、それで益子焼きをの陶芸家のところでちょっと土をいじったんですね。それで多分それがきっかけになったんじゃないかと思いますね。1993年に使い始めて、部分的に器の中にガラスを入れて使い始めて、それがだんだん立体化してきましたね。そこにガラスの粒っていうかフレークっていうか、こういうこの破片に対してここにずっと見てて、あ、ここにガラスの透明な形をつけたい、こういう形に最終的にしたい形に、その窯の中で型を作って、そこにガラスのフレークを入れて870度とかで溶かすんですね。そうするとガラスがその磁器にくっつく。で冷めたらその型を取り外しと、私の欲しい形が出てくる、そういう作品です。私はただの石ころに見えるとか、私は月のかけらってしたんですけど、どっか宇宙から落ちてきたかけらじゃないかと思うとか、そういうふうに見てくださったら嬉しいなと思います。